チャップ。はい、お願いします。お願いします。挨拶な、はい、どういうな手で入るかも分かってないもんな。ちょっと分かんないです、今のところね。はい、はい、今日はご紹介します、はい。高橋秀樹さんです。はい、よろしくお願いします。岡島秀樹です。はい。ね、いろいろ経歴見ると、はい、2球団被ってんだよな。そうです、ね。だ日本ハムと。それ知らなかったの。ちょっと知らなかったですね。顔にすぐ出るから。はい。北風じゃないと思う。でもね、横浜ベイスターズもうそのイメージなんで。うん。いやそれでベイスターズと。はい。二球団で後輩なわけ。そうですね。先輩の手でいいよ。はい、よろしくお願いします。いや本当に。はい。いくらメジャーリーガーだっつったって容赦しないぞ。え、日ハム何年行かれてたんですか。1年。え。それはあれですか。横浜から行かれたんですか。もちろんですよね、うん、クビになって。いや知らなかったです。いや拾ってくれたのが日本ハム、ね、その後また戻ったんですよね、 DeNA に。そうそう、コーチで。あーコーチ、はい、そこはもう知ってますよ。いやそれはもうそのぐらいは知ってるじゃないですか。そのぐらいはもう逆に調べといてくれない。対戦する時にあのねあれだったんで、はい、すいません。でも何球団渡り歩いた。何球団ですかね。日本がジャイアンツ、チャーム、ソフトバンク、ベイスターズ4チームですね。で、アメリカが2チームですよ。かっこいいな。いやいやいや、俺も言いたかったね、アメリカ2チームって。俺は3チームだけどな。いやすごい、全く縁がなかったからね。まあ我々の時代はね、はい、もう今いくつになるの。今年47ですね。まだいけるね、バリバリ。いやいけないですけど、もうやめてもう6年なんで。いやいや、そっちの子もこう投げる子じゃないの。はい、いろいろこう社会的な遊びとかさ。あ、そっちですか。そうそうそう、いけるね。まだまだですかね、これからですかね。はい、お前は優しいな、顔が。いやいや、そうですか。どこにあの闘争心が湧いて出てきたのか分かんないけど。野球は仕事だと思ってたんで、うん、やっぱり仕事になると変わるじゃないですか、顔が。だからそういう意味でこうあの今は野球が仕事じゃないって思ってるんで、もう終わったので。ただすると、ね、あの楽になりましたね。じゃあ弾ける。弾けるっていうよりもその気持ち的に楽になりました。で今日はトークは、まあ、弾けますよね。よっしゃよっしゃ。はい、じゃあ聞いていこうじゃないか。はい、ジャイアンツって、はい、一口に言ったらどんな球団だった。いやー厳しいとこですね。いやまずさ、はい、関西出身じゃん。そうですね。どこのファンだったの。阪神ですよ。で巨人って指名された時に、はい、ふざけんなよと思ったの。いや家族も阪神ファンで、自分も阪神だったんですけども、でもその当時の監督さんは長嶋監督だったんですよね。長嶋監督っていうのは別格なんですよね。阪神ファンであろうが、どこのファンであろうが、長嶋監督っていうのはもう神みたいな人なんで、うん、その方から指名をもらえるんだったら行くでしょっていうふうに家族に言われて、親にも言われて。でも敵に投げなきゃいけないんだよ。まあでもそこはでも阪神はファンだったんですけども、でも自分がやるんだったら違うとこだなと思ってました。分からないでしょそういう時って。何言ってるか。自分がその野球、まあ、仕事として考えて阪神のユニフォームで投げてるイメージなかったんですよ。他のチームでプロの世界に入るのはありかもしれないですけども、うん、ファンだった阪神タイガースのユニフォーム着て、うん、そこでの仕事として行くのはちょっと難しいなと思ってました。いやでもさ、巨人阪神戦で伝統の一戦と言われるところで、はい、まあ、投げるわけだろ。はい、でもあんまりそう全然意識してないんですよね。本当に。はい、だからその巨人の人もあんまり知らなかったんで、僕は逆に。だから斉藤正樹さん、野球嫌いだったの。そんなに好きじゃなかったですね。おそう。はい、で斉藤正樹さんはやっぱり阪神キラーだったじゃないですか、うん、斉藤さんはやっぱジャイアンツは知ってたんですよ、うん、斉藤さんだと思って。他の人は全然、ま、全く。京都だったら阪神戦しかやっぱ映らないんで、うん、巨人阪神じゃなくて阪神巨人じゃないですか、向こうは。だからあんまり巨人の選手は知らなかったですね。だそれが良かったですね。でもちょっと投げるときに力んだりとかなかったの、阪神戦では。いやないですね、逆に抑えてろと思いましたね。だからちょっと首の振りが大きくなったり大きくなって、はい。でもやっぱり甲子園の雰囲気独特じゃないですか、うん、6甲子が流れて、あと7回8回で勝っててもなんか負けてる雰囲気になっちゃうんですよね、うん、そのライトスタンドからの応援がすごくて、うん、だそれを逆にプラスにしてましたね。またかっこいいこと言うな。いやいやいや、本当に本当に。俺はね、来た来た、これか、ね、これが甲子園。いやいや、ちょっと待って。俺も打席に入ってファンが声援してくれる、はい、一切聞こえなかったからね、集中しててが、はい、いや本当に聞こえてた。聞こえましたね、僕は。本当背中押されてた。はい、地響きっていうか、もう本当にすごく来るんです、ブワーンと。で、これが甲子園かっていう、うん、
あるんですよね。それをこう自分味方にして、あとは阪神ファンの中にやっぱり僕の同級生とかいたりとかするんで、うん、それで逆にその自分が投げた時は応援するよっていう風に言ってくれてたんですよ。だから逆にファン、結構阪神ファンでヤジ多いんですよ、ジャイアンツの選手に対して。いやそれはめちゃくちゃだもん。でも僕は逆にその人たちとみんな仲良くなってたんで、うん、よかったですね。なるほどね、はい。まあ日本ハム今はどうだった？逆に僕はジャイアンツからパ・リーグ行った時びっくりしなかった、はい。その当時監督さんはトレイ・ヒルマン監督、うんうん、外国人じゃないですか、うんうん、で新庄さんもおられた時だったの、2006年、うんうん、で新庄さんが引退をすぐ開幕の時に言われた時期だったんですよね、うんうんうん、でその後1ヶ月後に自分がその一軍に上がれたんですけども、その時に新庄さんがいて、だからパ・リーグの野球はセ・リーグと違ってもっと楽しんだ方がいいよっていう風に言われたんですよ。なのでセ・リーグってやっぱりある程度勝ち負けを結構うるさく言われるチームが言ってるじゃないですか。で勝ってる時はわーって言うけど、負けてる時はシーンとなって、もう本当お通夜さんみたいにバスの中はもう本当に喋れない状態なんですよね。プレッシャーが違うからな。そうなんですね。でパ・リーグに行って、でも逆に今パ・リーグってぐわっと上がってくる頃だったじゃないですか、うん、そうそうそう。だからそういう意味では新庄さんのおかげで、ジャイアンツにいる時はそんなに勝った時は楽しいですけども、怒られてる時が多かったので、パ・リーグに行って日ハムに行って、まあ、楽しい野球ができたなっていうふうに思いましたけどね、まあ、プレッシャーが全然違うしな。俺が日本ハム行った時、東京ドームでしょ、うん、日本ハム、うん、その時はね、はい、まあ札幌だったと思うけど、俺は東京ドーム、東京ドームの景色が全然違うんだもん、ジャイアンツ戦と、はい、椅子しかないんだもんえ、客どこ行ったみたいな感じだったよ。まだね、まあ、俺が日本ハム行った時は、はいはいはい、まあそんな、でも入ってるもんな、札幌ドームはな。札幌ドームはやっぱ新庄さんの効果でパフォーマンスすごかったじゃないですか。岡島の、岡地のおかげじゃない。いやいや、僕なんてもう本当にあれですけど、新庄さんがあのパフォーマンスすごくて、あとは一人ヒルマン監督がやっぱり強くされてたので、うん、アメリカの野球をされてたんですよね、うん、そう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 。だからそれがすごく道民の人にこう評価があって、うん、昔はジャイアンツのファンが多かったんですけど逆転したんですよね、うん、そうそうそう。もうジャイアンツのファンはもう入らず、もう日ハムの方にファンが行きましたよね。はい、で満員でしたもん。でその後どこ行った？レッドソックスですね、ボストンの方に。今ちょっと巻き舌で言ったら、はい、ちょっともう一回言って。レッドソックス、はい、それはやっぱ新庄さんとヒルマン監督のおかげです。なんで？自分はメジャー志向はあった？全くなかったです。ないの？全くなかったです。いい思いしたな、おい。 FA を2ヶ月ぐらいで取れるっていうことだったんですけど、それでトレードでジャイアンツから日ハムに行ったんですよね、うん、行ったっていうよりもトレード出された人なんで僕は、うん、本当にそのままジャイアンツ残ってで FA をしてジャイアンツ残って、うん、ジャイアンツで終わるもんだと思ったんですけども、でもそうやってトレードで、やっぱショックだろ、巨人からトレードされるって。ショックでした、その当時は。なあ、はい、他から巨人に行くって言ったらなんか大出世みたいな感じだけどさ、もう逆ですからね。そうだよな、もう出されてもうなんだよって僕思いましたね。都落ちみたいな感じだよな。はい、もう前年のように中継ぎで、ね、投げてたんですけども、それがいや何だったんだろうなと思って、でもやっぱ見返してやろうと思いましたね、うん、その時なんか私の精神を返してみたいな感じだった。そうですよ、そうですよ、そうですよ。で、それで日ハムに行って、まあ2ヶ月したら FA が取れると。うん、でその時にそのエージェントの方に海外のチームが声をかけてくれてたんで、最初に、うん。それがレッドソックスなんですね。でも全然興味なかったんですよ。で、新庄さんとかも、岡地って言われて、メジャー行った方がいいよとか言われたんですよ。で、いろいろこう、ロッカールームでもテレビ中継はメジャーの試合を結構流してくれてたんで。うん、でそういうなんで、ああメジャーっていいなって思い始めたんですね、そこで、うん、でその後、やっぱり監督さんが、うん、やっぱり外国人の監督って初めての経験だったので、うん、ジャイアンツと日ハムさん全然違う監督さんのタイプだったので、うん、やはりこうやりやすい環境で、なおかつ野球でね投げてたら一番に体のことをやっぱり監督さんとかはピッチングコーチとかは言うじゃないですか、うん、今日投げれるかとか、うんうん、それがトレイ・ヒルマン監督の場合は家族のことを一番に言うんですよね。僕単身で北海道行ってたんですけども、うん、東京に残してる家族をいつもこの監督ヒルマンがちゃんと連絡してるかとか、うん、家族は元気にしてるか、僕の話じゃなくて家族のことしか聞かないんですよ。でそれを通訳さんに聞いたら、いやメジャーは本当家族のこと一番に思ってくれてる、で家族が元気にしてるんだったら選手の体調もいいだろうっていうことで、いやもう僕の体調よりも家族のこと一番考えればもうあなたはもう今日も投げれるなっていうふうに思うみたいなんですよ。そういうのがやっぱりアメリカのやり方だっていうことを知って、いや家族一番に考えてくれるのがアメリカなんだと思った時に、あ、これってやっぱアメリカに挑戦した方がいいのかなと思いましたね。
その札幌は単身で、はい、結構跳ね伸ばしたの。いや僕寮に入ってたんで。まあ寮に入った入ろうが入る前が。ご飯は外食はしてましたけども、鈴木の方に。もうさらっと行くね。はい。いや、なんでもない。いや。でもね、やっぱり成田はって北海道のやっぱファンの人たちみんな見てるんで、まあそうね、やっぱり悪い遊びはできないじゃないですか。いや別に悪い遊びなんて。いや悪い遊びはできないんで、もう本当にご飯を食べに行って寮に寝に帰るっていう感じですね。なるほどね。はい、でまあアメリカに渡ってボストンってどうだった？はい、ボストンはもう住みやすかったですね、うん、まあ、まさか大輔君と一緒だったので、うん、でも本当にあの強いチームに行けてよかったなっていうふうに思いましたけどね。全然雰囲気は違うだろ、ロッカールームとかも、うん、日本の野球とボストンの、まあ、フェンウェイの球場は古いんですよね、もう最古の球場なんですけども、うんうん、ロッカールームが綺麗にできないんですよね。汚いの？汚いっていうかもうほんと古いんで、うん、で上に立てていくしかないんですよ、うん、もう広くできないんで、うん、だから本当にロッカーは狭かったです、うん。で他の球場に行ったヤンキースタジアムとか、うん、あっちはやっぱりもうすごく豪華なんですよ。綺麗になったもんな。綺麗になってもソファーもすごいし、うん、もうテレビもすごいしっていう。で、あのテレビ細かいよな。テレビとかもやっぱでかいのはボンボンボンあって、もう本当に1人1個ぐらいあるのぐらいありましたからね。あ、そうなの。はい、うん、まあ、それは大げさですけども。なんだ大げさなの。嘘かよ。いやでもそれぐらいすごい。あとはあのブラックスタとか、うん、あとウエイト室もそのビジターにもちゃんとあるんですよ。ホームは絶対あるじゃないですか、うん、でアウェイビジターにもウエイト施設があるんで、ブラック施設って言ったらもう卓球だとか、あとはそういうゲームやるコーナーとかもあると思いますんで、はい、でもゲーム終わったらもうみんなフルチンでシャワー行くもんな。シャワー行きますね。隠してあるぞとかって。まあ僕らは隠してましたけど、やっぱメディアの人がいるんで。いやメディアでも向こう関係ないじゃん。関係ない。やっぱり日本人の人なんか自信のあるやつはポロンポロンもゆっさゆさ行くじゃない。今コロナでね、コロナ禍じゃないですけども、あの向こうのメディアの人たち、女性の方とかアナウンサーとか来られるじゃないですか、うん、いや大変だったと思うんですよ。なんで？いやプロ野球ニュースの女性とか来られてたんですよ、アナウンサーの人とかね、女子の。だからそういう光景なんて見たことないじゃないですか、プルチンな。だからインタビューも下は隠してますけども、うん、上裸なんです絶対、うん、タオル一枚に。でも横見たらもう裸なんですよ。だからねえ、もう興奮状態。どう思います？興奮状態でインタビューしてないの。いやでもね、僕ら見てたけど、かわいそうだなと思って。かわいそうか。いや逆にやっぱり笑いもできないし、真面目な顔をして喋らなきゃダメなのに、まあ、どこ向いていいかわからんもんな。目を泳ぐわけにもいかないしな。それもその周りの選手たちを見てるわけですよ。その日本人の女性って結構好まれるんで、うん、好まれるの。そう、やっぱりあの、はい、あ、そうなんだ。いいみたいなんですよね。でそういうのであの見てると、いや顔赤くなってるよねとかってみんな言ってるんですよ。でわざとピッてさせるやつとか。いやちょっと分かんないですけど。それいなかった。そこは分かんないですけど。あ、そうそうそう、はいはい、そこは分かんないですけど、はいはい、で次にで本当はその後僕はそのヤンキースの方に行こうとしてたんですけども、うん、肩のちょっとダメージがあるって言われて、うん、契約を破棄されたんですよ、うん、でその破棄されたのでどうしようかなと思った時にソフトバンクの方からお声がかかったので、うん、本当は日本に帰りたくなかったんですけども、うん、やっぱり自分があの投げれるよっていうところをまあ見せないとまたアメリカにも帰れないなというふうに思ったので。また帰ろうと思ってたの？ずっと思ってましたね。もうやっぱりあのアメリカで終わるもんだっていう自分は思ってたんですけども、はい、でもやっぱりそのヤンキースのドクターがやっぱり岡島も投げれないみたいなことを言っちゃったんですよね、うん、で MRM 撮った時も全然画像的にはそんな悪くなかったんですけども、でも悪いっていうふうに言われて、うん、もうアメリカでそう言われちゃったらあのヤンキースのチームがやっぱ帰れないというか、やっぱりどうあがいても難しかったんですよ、うん、だったらもう日本のチームにお声がかかったらそこに行ってまず自分が投げるのをアピールしたらまたアメリカもスカウト陣も見てくれてるんで、うん、また帰れるだろうっていうことを考えてエージェントと話して日本に帰りましたね、うん、でソフトバンク行ったらどうだった？まずその契約上を1年でって言いました。僕は1年で僕はそのアメリカに行きたいんでっていうことを言ってました、はい、でもソフトバンクというチームはやっぱ強かっただけに、はい、なんかピリピリ感があった。でその当時秋山監督だったので、はい、ピリピリしたっていうのはあんまなかったですね、うん、まあ、普通によくしてくれてたので、うん、まあ、でも勝たないとダメだっていうのは変わらないんですけども、うん、ジャイアンツと一緒なんですけども、うん、でもそのピリピリしたムードっていうのはあんまなかったですね。はい、だから逆にあのパ・リーグに戻ってきたんでまたあのやりやすかったですね。でそこからオークランド行くんだよね。1年待ってから、はい、ビリー・ビーンだっけ。ビリー・ビーン、はい、あったの。
あ、今じゃあ、あの GM なんで。GM だった。はいはい、今でもね、マネーボールというな、はい、今でもそうですけど。本を書いて映画にもなった、はい、そのビリー・ビンでしょ、はい。話したの少し、僕は英語喋れないんですけども、通訳さん入れて、うん、はい、頑張ってっていうふうに言われてました。羨ましいね。ずっともう給料におられるんで。どんな人なの？やっぱ、冷酷なの？いや、でも普通の人ですけどね。普通のおじさんですよ。なんかもう、うん、もう普通のおじさんで、普通にもう、あの、頑張ってねって、へへって感じの。へへって。笑っている人ですね。うん、あれブラッド・ピットかなんかが主演だったよね。あ、そうですね。マネーボール。だからそのイメージがあるからめっちゃかっこいいんかなと思ったら、かっこいいんですけども普通の人ですよね。普通の人でもやり手なの。でもその向こうのすごい人ってやっぱこう威張らないっていうか、そのあ、はいはい、もう普通にやられてるじゃないですか、うんうん、この人がそうなのかっていう。まあフラットだよね、はい、本当にね。だからもうあのそういうとこがやっぱすごいなって思うんですよ、うん、日本ってなんかこう威張る人いるじゃないか、うん、そういう人がないんで、もう普通におお頑張ってねみたいな感じ、うん、はい、まあ、威張ってる人多いよな。例えば誰？いやいろんな方ね。いろんな方いるよな。若い時はもらいましたけどな、はい、ほんとな。ちょっと野球が上手いだけでな。そうです ね、 ね、だから僕がだからジャイアンツ入った時もあの投げ方じゃないですか、うん、あの下向いて、うん、だからいろんな OB の人があれを直せとか、うん、もうめちゃくちゃ言われてたみたいなんですけども、直接来ないでコーチだとかその監督さんとかいろんなその人たちにこう回ってきて、で自分のところに間接的に来るんですよ、ね、言うんだよ、はい、でも誰だとは言わないじゃないですか、それなんて。でも誰だと言ってこいよみたいな。そうなんですよ。なあ堀内さんとか言って。いや違うの、堀内さんピッチングコーチだったんで。ああそうだ、はい、じゃあ誰だろうな。で堀内さんは辞めてから言われてましたけどね。、うん、子供真似しないようにって、うん、子供はね。はい、で最後に DeNA と、またソフトバンクでその後戻って、また戻ったの、戻りました。オークランド1年やって、どこ行ってんだよ、うろ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 して。ソフトバンクに行ってから、でベイスターズです。ベイスターズどう、まあ、ベイスターズは怪我で終わっちゃったですよね、僕ね、キャンプの最終日ぐらいで、はい、でGM が高田さんだったので、うん、高田さんにこう拾ってもらって、うん、でベイスターズ行ったんですけどね。日ハムの時も高田さんが GM だったの でそれで行ったんですけど、一回高田さん殴りかけたからね、俺。そうですか。もう腹立って腹立って、はい、俺は石峰が後ろで振りかぶったら羽交い締めしようって思ったぐらい、なんかもうムカーンと来たことがあって。監督の時ですか？いや GM の時。 GM の時ですか？もういろいろあったんですね。もうめちゃくちゃあった。もう殴ってやめたろうとか、もうこのガキャーみたいな。まあそれ嘘ですけどね。まあ嘘か本当か分かんない。まあここまで熱く喋るとな。いや熱い。いやそれでいろんな球団渡り歩いたと思うけど、はあはあ、どの球団に帰るとしたら帰りたい、ここがやっぱりいいっていうのは。日本だったらジャイアンツじゃないですかね。捨てられたのに。まあでも、まあ、12年間お世話になりましたからね。まあよく知ってんな、世渡り。いや本当に本当出されたんですけど、でも出されたっていう時は悔しかったですよ、やっぱり。本当に出されたそうだ、はい、でもそれがあるからこそ僕はその FA で海外に来たんだっていう、後々のことを考えればそれはね、嬉しかったんで。君が頑張ったからだから、がそれジャイアンツのおかげでも何でもないよ。でも出してもらえなかった。それってこじつけで考えてるだけだから。いやでもそういうふうに思いますよね。だから、まあ、そうやって思いたいんだよな、綺麗、はい、に人間って、はい、だから僕でも実際違うから。違うと思いますけども。違うんだよ。でも感謝はしてます。だからもう12年間もお世話になって、まあ、感謝せ、いろんな方にこうお世話になってたので、下向いて投げる方も7度3ス投げさせてもらえたっていうのもそのジャイアンツなので、まあ、そこは本当に感謝しますね。なるほどね、はい、だからあそこのそのトレードがなかったらアメリカにも行ってないんで。いや、わかんないっすよ。いや本当にもうメジャーとかアメリカは興味なかった。もう英語もダメ、食事もダメ、飛行機の移動もダメなんで。おそう、船で行ったの。いや、飛行機で行きました。だからそういう、もう本当にダメなのがいっぱいあるの中でアメリカに行ったんで。じゃあジャイアンツから、まあ、例えばコーチのオファーとかあったら受ける？いや、受けないと思いますね。なんだよ、お前そこで受けるっつって、じゃあよろしくお願いします締めようと思ったのに受けませんって。また長くなるやん。いやだからコーチっていうよりも僕スカウトとかがしたいです。また楽しようとしてんな。違うです、僕は本当にスカウト。いや私はアメリカの方を見ていきましょうかみたいな。いや本当そういうのがいいですね僕は、はい、もしコーチで行くんだったらもう
2軍とか3軍の方がいいですね。例えばさ、はい、まあ、メジャーも経験していろんな選手を見てきたじゃない。で日本に入ってくる外国人いるじゃん、はい、いやこいつダメなのに絶対こいつの方がいいのになっていうのは、はい、すぐ分かるでしょ。大体分かりますね。かっこいい。もう言っとけ言っとけ。やっぱもう日本に来る外国人の人ってある程度背が高くないとダメでしょうね。角度があって、でなおかつピッチャーの話な。ピッチャーはもう本当に球が速くてあとハードが強い人ですね、うん、はい。もうそれだったら大丈夫。日本大丈夫。もう背の高くてもうある程度コントロールできる。ビエーラとかいいじゃん。あ、全然ダメだろお前ハードは。いやビエーラはもう複数年でお金をちょっと上げちゃったんで、あ、それでもうもういいやってなっちゃうんですよ。この人っていうのはね、闘争心なくなっちゃうんです。だから給料サラリーは上げちゃダメなんですよ。出来高にしてあげないと。だからそういう意味でその GM がいいんじゃないの。いや本当にもうあなたはアメリカで3年以上やらないともらえないところをこっちでは1年やったらドーンともらえるんで、そうやっちゃうともう本当にハングリーさがなくなっちゃうんですよ。なるほどね。そういう人がジャイアンツに多いです。じゃあジャイアンツで GM でよろしくお願いします。スカウトがいいですよね。スカウト、はい、もういい。